税金払いたくないから、早く日本は破綻して、2018年7月10日、ネットゲリラ、税金払いたくないから、早く日本は破綻して、今回、水に浸かった中をボートで救助して回っているのが民間人ばかりなのが驚いた。自衛隊は600人しか動いてなかったらしい。安倍晋三が二日酔いでサボっていたので、2万1000人が待機のまま W、水上バイクや釣り用のボートが大活躍で、民間人が民間人を救助していた。政府いらないじゃん W、7日後の、同地区の親族宅に避難していた天達、吉輝さん、78は、2階で親族4人と肩を寄せ救助を待っていた。激しい雨の中、目に障害のある三女、44と足の不自由な甥、54を連れて避難することはできなかった。そこに水色のボートに乗った3人組の中年男性が現れた。助けてください。天達さんが懸命に手を振ると、ボートが寄ってきた。ただ、周囲には助けを待つ高齢者がたくさんいた。そちらを先にと頼むと、日焼けした一番年長の男性は見捨てたりしないから心配せんでいいよと励ましてくれた。再びボートが現れ、救出されたのは午後5時頃。あの人たちがいなければ、私たちはここにいない。感謝してもしきれないと話す。7日早朝に平屋建ての自宅の天井近くまで水に浸かった乗せ達夫さん85は、妻と天井裏に逃げ込んだ。高さ 1.5 メートルの隙間に腹ばいになって救助を待ったが、誰も来ない。もう終わりだな。根性のお別れだ。妻につぶやいたその時、天井裏の小窓から、黄色のゴムボートが近づいてくるのが見えた。助けてくれ。声に気づいた登山帽をかぶった50代くらいの男性2人が、窓から助け出してくれた。男性らは岡山市から来たと話したが、連絡先を聞く余裕もなかった。野瀬さんには2人に伝えたい言葉がある。ありがとう。命の恩人です。都会人はバカなので、なんでそんなところに住んでいるんだ。自己責任とかほざくんだが、洪水で水に浸かるような土地は、水稲栽培の適地なんです。うちの近くでは畑温泉の近所に、洪水でよく浸かる場所があって、古い家では必ず小舟を土間の屋根裏から吊るしていた、という。今回、長良川流域の被害が大きかったが、明日は江戸時代から水害対策で薩摩藩士が動員されて、幕府の無理無体に耐えながら、堤防を作ってきた。薩摩藩はこの工事で、数十万両もの莫大な経費を負担した。幕府側の妨害工作などによる過労のため、病となり生命を落としたり、あるいは横暴な幕府側への抗議のために切腹して果てる者を多数出した。総奉行平田幸恵は工事完遂を見届け、この難事業の責任を取る形で切腹した。藩主重利も後を追うように病没した。薩摩藩は947名の藩士を派遣し、現地の住人も動員して工事をやったが、度重なる幕府の嫌がらせへの抗議で、切腹した藩士51名、病死33名。平田博の名作、薩摩義士伝を読め。日本人は、延々と、この水害と戦いながら生きてきたのだ。西日本豪雨、見捨てたりしない。男性ら、名乗ることもなくボートで救助に当たる。というわけで、例によって2チャンネルでは無責任なネットスズメたちがピーチク騒いでおります。ニュース速報版からです。火事場泥棒目的の大阪人だろ。火事場泥棒に気をつけてみだ。助かってもしょうがない人間ばかり助けられてて草。上やお前は今すぐ死んでいいよ配信するなら見てやってもいい。ウェアレスの内容はともかくとして、記事を読めば読むほどに、いかに障害者や高齢者の避難が難しいかってのがよくわかるよな。スーパー堤防事業は、200年に一度の大洪水に耐えられるよう堤防の幅を高さの30倍、200から300メートルに広げるというものです。1987年から始まり、首都圏と近畿圏の6推計 873km を整備する計画でした。完了まで400年、総事業費12兆円とされたため、2010年10月の事業仕分けで廃止の判定が出ました。ウェア高さ200メートルの堤防？むちゃくちゃだね。ウェア読み違えてるで。もう終わりじゃな。根性のお別れだ。本当にこんなドラクエに出てくるじいさんみたいな喋り方の人いるの？ウェアババちゃんの話で、阪神大水害、1938年の時にババちゃんの家の前の道が濁流になって、そこを流されていく家の上にどこかのじいさんばあさんが乗ってて、おい、さようならー、さようならー、と言いながら周囲に手を振って、そのまま瀬戸内海に消えてった話なら聞いたので、非常時に老人が最後の言葉を残すのはあるかもしれない。ウェア助けてって言わないんだ。覚悟してるんだな。レジャー用に水上バイク持ってた兄ちゃん、近所の手こぎ釣り船を持ってたおっちゃん、夏のバカンス用にゴムボート買ってた学生、この辺は CD で確認した。ABMATV で映ってた一般人の救助おじさんかな。何度も往復して救助し続けてた。犬飼ってて避難できなかった人が多かったのか。犬もよく乗せてもらってた。格好良かったよ。一方、チョンガー中高年は被害者叩きに勤しんでいた。政府は見捨てる気満々だけどな。こんな時にジェットスキーで颯爽と助けに来られたら惚れてまうやろと思ったけど、あれ系は吹き上げる水が凄まじいから周囲に気を使うね。上や水上バイクで人命救助してる人が CD に出てたよ。一方、ネトウヨはガセ情報を流して救助を妨害した。漁師さんが船出したって言ってた。物干し顔がオールだった W。見捨てて外遊しようとしたどこかの総理大臣にこのセリフ聞かせてやりたいわ。ABMATV に映ってた一般救助おじさん。こういう人たちでしょ。本当にずっと救助してたよ。ウェアはスコップがオール。泣ける。人に親切して名前を聞かれても名乗るほどのものじゃございません。と言ってさりげなく名刺を落として立ち去る俺。高橋川はバス釣りのメッカだからな。ボート持ってる人は多い。安倍には見捨てられたからな。伊賀関東が冠水してもお前ら鬼畜に回すボートはない。空気読めにでも抱きついて脱出しろよ。ダム増やせ言ってる自民工作員は死ね。治水になるからと国民も騙して日本中をダムだらけにして結果洪水ばかり。普段から水溜まり寝ているから意味なかっただろ。しかも水流が弱くなって下流や港は砂で渦巻り年間何千億円目かけて砂掘りしなきゃならなくなった。干潟も死滅して漁獲量も激減ひどい場所はヘドロで水深1メートルなんてだら。今までかかった金でいくらでも洪水防げたわ。さらにダムの底にも土砂が溜まって50年で永遠に解体できない地球最大のゴミになるってことを国民に隠した。かっこ、汚泥を流す機能をつけたダムを後に作り、大丈夫だと嘘をついて作ったが、流すたびに下流のすべての生物が死滅し、海産物も養殖も全滅するバカ機能、公務員の土建癒着と自分たちの金のためだけに国土を破壊した自民は責任を取れ、ダムを作れば地下水ぐらいが上昇する。ダムと水の重さの総重量の凄まじい圧力がかかるからな。今まで地下にあった自然給水機能がすべて失われ、タイの洞窟のように今までは問題なかっただけでも地下の水圧上昇によって岩盤ごと離れ落ちてしまう。ダムから何十キロ離れていようが関係ない。地下水地はすべて繋がっているんだからな。下流も干潟やため池を自民党の利益のためだけに全部埋め尽くした。逃げ道がないから全部一気に川に流れる。干潟がなくなれば川の出口が遠くなって溢れるに決まってるだろ。干潟は超巨大な天然の給水施設であり容量は無限大。大卒程度の知識があれば誰でもわかるわ。
その危険を知りながら天下り、自分たちの選挙の票のためだけに開発をしてコンクリートで埋め尽くした。あと数十年で日本中のダムが土砂で渦巻き、日本は破壊される。全ては自民党の責任であることをその時まで忘れてはいけない。民主党が中止したダムも自民党は再開し、毎年何兆円とかけてまた作り続けている。その後、ダムを作る場所がもうなくなったので、スーパー堤防という新たな癒着システムを考え、毎年何兆円も税金をドブに捨てている。かっこ嘘で着工開始して完成まで2000年。かっこその間の天下り官僚の給料年間数千億円は癒着土建屋から出るな。すでに予算が組まれているので税金である。その金があれば一体どれだけの家が再建できる。どれだけの避難設備が作れた。仮に毎年洪水があっても、かさ上げして全ての家を保証して再建できる。洪水でたくさんの方が被災し、全く保証も受けられない全ての責任は自民党にある。忘れてはいけない。消防とかよりも行動が早かったということなのか。仕事とかに行ってる間に、こんなことになって、家にいたであろう家族の元に駆けつけたくても、すでに瘫痪状態でどうしようもできない。ってなったらと考えると怖くなる。うちも難病と足の悪い両親がいるから人元じゃない。自衛隊仕事しろよ。レジャー用ゴムボートは瓦礫で穴開いて沈没の恐れがある。釣りに使うアルミボートも一般的な12フィートくらいだと2人乗せるくらいで喫水ギリギリか。本職が使うものに比べてかなりリスクがあるってことは知っといた方がいい。助けに行った人はそれを承知でそれでも言っておられるんだろうけど。そりゃ瀬戸内なら船たくさんあるだろ。関東だったら船なんかめったにないし釣りする人間排除方向だからな。いざという時に何もできない被災者ばかりになる。こういうのを火事場泥棒だろと即レスしてしまうようになったら、自分だったらもう人生を終わらせるけどな。よく生に醜くしがみついてるような www。安倍、先手先手でー、www。これほんと、釣り船とか水上バイクとか助けてた人いたみたいだね。なかなかできることじゃない。こういう風に人助けして名も告げず去っていくような生き方には憧れる。英雄として奉られ晒し者になるのはどうせろくなもんを呼び込まないから勘弁なというのは、経験からの自己防衛であるから、救助したらさっと匿名で消えちまうのが賢い。安倍晋三が酔いつぶれて寝ている間にも、庶民は戦っていた。国会は今日も、被災地そっちのけで売国カジノ法案審議です w。もうね、政府なんかいらない。いるだけ邪魔。税金払いたくないから、早く日本は破綻してください w。記事終わり、毎日の生活を、ほんのちょっとだけ豊かにしてくれる、生産者渾身の一品をお届けします。図州楽市です。海の幸、山の幸を伊豆からお届けします。パワードバイネットゲリラ、缶詰1個から買える、弁網、図州楽市。その頃安倍ちゃんは酒盛りをしていた。2018年7月11日、ネットゲリラ、その頃安倍ちゃんは酒盛りをしていた。役立たずの自衛隊2万1000人はぼーっと待機しているだけ。安倍晋三は二日酔いでメロン食って総裁選の票がため W。そんな中で、一銭も金もらってるわけでもない一人の青年が、テコンのゴムボートで20人の命を救い、過労で倒れるというんだが、安倍晋三は最低最悪だな。国民はみんな偉い。今回は、金土日と、週末にかかっていたので、せっせと働いてみんなを救助していたのは民間人ばかりだった。助けにどうかな、救命4時間、倒れるまでボートこいだ青年、田地かちなみ、朝日新聞、助けにどうかな、救命4時間、倒れるまでボートこいだ青年、あの日、たくさんのゴムボートが命を救った。西日本を襲った豪雨により大規模に冠水し、48人が犠牲となった岡山県倉敷市真備、かっこ真備町。その中で、自衛隊員でも消防隊員でもない男性が、一人でも多く助けようと、力尽きるまで込み続けていた。息取ったんじゃな、倉敷市真備町やた、かっこやたの会社員、野村博さん、かっこ31は病院で目覚めた瞬間、こう思ったという。体力が回復した10日後も、退院した。野村さんは豪雨が降り続いていた6日夜、自宅に父親しめさん、かっこ58、母由美子さん、かっこ57と一緒にいた。同午後10時頃、真備町地区に避難勧告が発令されたことから、車がやられたらどうにもならんと先に高台の公園に避難。車内でサッカーワールドカップの中継を見ていた。状況が急変したのは7日午前1時頃、まだ自宅にいた由美子さんから、かっこ水が家の車のボンネットまで来た。もうダメじゃ。2時間後には肩までかっこ水が来たとLINE、かっこLINEでメッセージが届いた。どうかな。夜が明けると車に積んでいた釣り用のゴムボートに空気を入れ、午前8時に車で自宅近くの土手。だがそこでは、一変した街の光景が広がっていた。まさかこんなことに、雨が降り続く中、ボートで必死に300メートル先の自宅を目指した。由美子さんは一足先に死のボートに助けられていたが、周囲を見渡すと、大勢の人が取り残されていた。ベランダで胸まで水に浸かったおじいさん、屋根の上でタオルを振る知人、小さな子供の姿も。屋根まで登って待っとって、またすぐ来ると声をかけ、順番にボートに乗せ始めた。定員3人。片道10分以上かかる土手までの道のりを何度も往復しながら、動画を SNS に投稿し、知人に応援を求めた。目の高さにある電線をくぐり、釘が刺さった瓦礫を避けて進む。何度も屋根瓦に当たり、ボートに穴が開いたらどうしようと不安なように言ったが、それ以上にさっき無事だった人に万が一のことがあれば、という思いが勝り、オールを込む手が止まらなかった。救助活動を4時間ほど続けた昼頃、手がしびれ始めた。前日から何も食べず、飲み物もほぼない。脱水症状と疲労で呂律が回らなくなり、倒れた。20人ほど助けたが、まだ残ってる、行かないと、と口にし続けたという。その様子を見た友人らがボートを受け継ぎ、午後7時頃まで救助活動を続けた。住んでのところで救助された男性、かっこ69は、あそこから20分も持たなかっただろう。本当にありがたかった、と振り返る。野村さんは熊本地震でボランティア活動をし、水や土砂の怖さは分かっていた森だった。命は助かったが、二次災害になってしまった、と反省する。それでも、一人でも多くの人が助かったなら、本当に良かった、とも思う。真備町地区では7日、ゴムボートで救助に当たった住民だが、他にも複数いたという。かっこ、田地かちなみ、自民党安倍晋三に政治を任せておくくらいだったら、政治家も官僚も全員クビにして、税金ゼロにした方がいいよ W。いつ、どんな事件、事故が起きても、いつも安倍晋三は宴会の真っ最中なんだから W。ナイスボート、助けにどうかな、救命4時間、倒れるまでボートこいだ青年岡山県倉敷市。というわけで、例によって2チャンネルでは無責任なネットスズメたちがピーチク騒いでおります。ニュース速報版からです。赤坂自民邸どうするのこれ W。日本人は自らの命を顧みらずに日本人を助けてるのに安倍派宴会してるとか、かっこ。かっこいい、嫁さんは先に逃げてたのもオチとして使える。上や嫁はロタ、男の中の勘。勲章を与えるべき。これを叩いて赤坂自民邸を全力で擁護するネトウヨ。家族は家に残っていたということは、彼の早めの避難行動は笑われていたのだろうな。その笑っていた連中が救助を求める羽目に陥るんだから、
本当にバカは死ななきゃ治らないってやつだ。しかし明るくなってから行動に出たのは正解だわな。まだ流れの強い夜間に慌ててこみ出していれば、先も見えず流されて救助どころではなかっただろう。避難しなかった人の中の1割でも自分を反省してくれればなぁと思うが、難しいだろうな。こういう方は普通に尊敬できる。命の危機もあるのにこの行動力、素晴らしい。カッコ水ない家の車のボンネットまで来た。もうダメじゃ。2時間後には肩までカッコ水な来たとラインカッコラインでメッセージが届いた。悠長だな。一方その頃安倍ちゃんは酒盛りをしていた。ただ何の強化もしてないゴムボートで無理し続けてあげく倒れて、友人まで巻き込んだのは判断ミスかな。後引き継いだ友人のとこでゴムボートに穴開いて沈んだらそれこそ取り返しのつかんことになってたろうし。ウェアのタイプなら最低でも2技術あるし、組程度の穴ならすぐに空気は抜けない。2馬力のエンジン持ってそうだけど、泥水では砂かんだり水面下に何があるかわからないので、使いたくないですね。死にくらいなら受かるぞ。人間としてかっこいいけど、込み方は前後ろ逆じゃね。ウェアテコミボートでよく釣りするけど、ボートコミに慣れていれば前向きでもいけるよ。小回り必要な時や前を常に気にしたい時、ゆっくり流し耳でも良い時なんかに前向き使うわ。もちろんスピード出せるのは後ろ向きだけどね。ウェア機での障害物を目視して避けるためってのもあるが、長時間漕いでるとオールを引く筋肉ばかりが疲れる。そういう時は逆向きになって押す筋肉を使って引く筋肉を休ませるってのもある。工事報酬確定だな。俺も報酬狙ってるんだけど、全然危機的状況に巡り合えない。人間こうでありたいものだ。だけど政治家ってどうよ。マジで。普段愛国だのと声高に叫ぶやからはいざという時に何の役にも立たないことがよくわかるな。ウェアそりゃそうだよ。右も左も結局は自己中な集団なんだから。利権がなかったら愛国運動なんか無意味なんだよ。福知山脱線事故でもこういった救助に功績のあった人に送る勲章が授与されたな。この人も受勲対象だろ。すべてを見た瞬間に、さて何か悪く言ってやろう。違法行為はないか、間違った行動はないか、どうにかして否定して伏してやろう。と思ったあなたはすでに病気です。そしてハザードマップも非常に誤解されやすい作りで避難所ではない。真備記念病院や玉島消防署真備文書がなぜか太字で表記。案の定、誤解した市民がこれらに逃げ込んで備蓄もなく孤立した。東日本大震災のダイバーを思い出した。水の中は瓦礫だらけでぶつかったら死ぬ状況で、愛する人を助けに行くのに迷いはありませんでした。水没した家の中に入ったら奥さんが部屋の中で天井付近で顔だけ出して息吸ってた。上やその後、奥さんとめちゃくちゃ燃えたろうな W。翌年、また家族が増えたかな。W、安倍ちゃんがメロン食べている間に、安倍ちゃん、彼に高級メロン頼むわ W。文章の演出もあるけどちょっと泣けてくるくらいにはかっこよい。強度ありそうだし同じボート買おうと思ったけど、20万前後するのな。安倍は何をしていた？週が明けたら、やっとマスコミも動き始め、オイラが週末にたっぷりネットで宣伝工作やっておいたので、マスコミもおぞおぞとだな、宴会批判を始めた。そしたらやっぱり国民は怒り心頭で、そらそうだ、こんなにわかりやすい、わない W。で、猿筋からの垂れ込みなんだな、安倍晋三の雇っている親衛隊が、ネットに反乱する安倍コラに反撃、というんだが、被災者のふりして不謹慎だと攻撃してくるぞ、という垂れ込みだったんだな、早速、そういうの来てますね W。Twitter のリプライで、自分が被災者だと主張するんだったら、住民票と戸籍謄本添付してクレームはお願いしますね W。記事終わり。今回は、西日本豪雨、一般人でありながら救助に乗り出した人たち、の記事でした。YouTube ひじくろチャンネル、また次回。